皆さんお疲れ様です。ゆうぎです。今日はですね、柴田さんがガチ泣きということで、これが今話題になってるんですけど、どういった内容かと言いますと、ヒカルさんと朝倉未来さんがコラボしたんですよね。このコラボ中、新しい企画の話をしている時に柴田さんの名前も出て、ただその企画のメンバーには柴田さんは呼ばない形で終わったんですけど、それを見た柴田さんが動画を出したんですけど、まあその時は泣いてるような感じで、まあいつも通りの動画を出したんですけど、内心ガチ泣きだったそうです。こちらの動画のコメント欄を見てみますと、柴田呼ばれてないの草、今日の顔も最高でした、一発抜いてきます、なんでこんなに可愛いんだよ、お前が一番可愛い、この顔気持ちいい、柴田の穴に挿入させてくれ。実際なんで柴田呼ばれなかったんだろう、呼ばれてもおかしくないよね、といったコメントが相次ぎました。これについて思ったのが、柴田さんが呼ばれなかったのはメスだからですね。なんでかって言いますと、この方メスなんですよ。男子校に女性は入れないですよね。それと一緒で、朝倉未来さんと光さん男性じゃないですか。柴田さんはメスなので、そこの中には入れないんですよね。なので呼ばれなかったんだなって思いました。まあただ名前が出たりとして、内心めちゃくちゃ嬉しいんじゃないでしょうか。あの二人から名前が出てたらすごい嬉しいですし、それだけでもチャンネル登録者数増えたり、そして動画の視聴回数も増えたりと、いいこと尽くしだと思います。なので、まあ、名前出ただけでも良かったんじゃないかなって思います。ただ最後に、僕は柴田さんの穴に挿入は無理っすね。